皆さんこんばんは、わたるです。今日はですね、コーヒートーク5月のフリープレイのソフトであったコーヒートークをちょっとだけやりたいと思います。20年シアトル、夢と狂気がひしめく街、異種族間で激しく争った過去は歴史の片隅に追いやられ、誰もが思い思いの夢を描ける時代、いくつもの夢が語られる場もなくなっていき、それでもチャンスが尽きない街であり時代だ。いくつかの物語はレンガと木と閉じた扉の向こうに安らぎを見つけ、飲み物と共に語られた後、誰かの記憶に、はい、この街の一角に小さな壁、太陽が眠っている時だけ開くこの店で人々は物語を取り交わす。これはそんな者たちの物語だ。火曜日、2020年9月22日。これリリースしたのが1年前。前の話ですね。去年の。はい、来た。いらっしゃい。
川綾子のなんか輝らせて髪の毛緑にした感じの。
画通り進めばね、ああもう分かってますって感じでやめてもよくてもいいじゃん。そんなつもりとびらはございません。それで今日は店に来たの、心さん作品のヒントを言おうと思って、こんなとこ来ても別にヒントにならんぞ。だってさ、私の出来のいい短編のこの椅子にかけたと。あ、そうなの。何をヒントに。